僕の名前はフーダニト。完成を間近に控えた究極の物語に足りない何かを求めてやってきた上田商事写真美術館。そこで一枚の写真に出会い、さあ謎解きの始まりだ。あれ今執筆の満タン、今日もネタを探して東へ西へ、前人未到究極の物語をその手で書き上げるまで。こちらは映像展示室です。壁には最大直径60センチのカメラレンズが設置されていて、反対側の壁面に天候の良い時は大きな逆さ台線がリアルタイムで投射されています。この空間自体がカメラの内部のようになっているんですね。また200インチの高画質映像システムにより、カメラや上田商事についての映像プログラムが繰り返し上映されています。こちらは館内でも一番のおすすめ撮影スポットです。この美術館は島根県出身で国際的に活躍する建築家高松伸により設計されました。建物のスリット状の隙間から美しい大山を望むことができます。そして天候によっては水面に映る逆さ大山を楽しむことができます。上田商事の撮影技法に触れながらアートな記念写真が撮れる、そんな場所のようですね。お察しの通りです。小物もご用意しておりますので、思うままの個性あふれる記念写真を撮影ください。さてさて、どうでしたでしょうか。フーダさんが気になっていたあの作品はあなたに何を伝えようとしていたのでしょうか。作品から聞こえたような気がしたんです。好きなように自由に表現しなさいと。僕は究極の物語を完成させようと躍起になっていました。だけどそこには足りない何かがあった。それは自分らしさだったんです。謎が解けたようですね。そのようです。いやはや、この美術館の作品を通して感じることが実に多くありました。そう、まるで壮大なトリックのように。その後無事に完成した究極の物語は僕自身の最高傑作となりましたとさ。短い間でしたが、ネタ探をご覧いただきありがとうございました。これにて終幕。